り5回チャカヨー、まあ、皆さんもどんどんコメントくださいね。 M 字カーブと言われて、うん、あの出産期の女性があのもうどんどんあの職場から離脱してっていうのが、人口を増やしていくには、うん、5年前に計算したら今現在54歳の女性が来年から、1人ずつ3年間で3人子供を産んでください、うん。皆さんこんばんは、石井光子です。今日はですね、みっちゃんチャンネル初めての試みということで、コメントに国会タックルというのをやってみたいと思います。それではいきますよ。皆さんのコメントです。コメントに国会チャカヨーということでですね、初めてなんですが、今日お迎えしたのは長野ひろ子さんなんですが、長野さんはですね、はい、東京10区豊島区文京区の、支部長ということで、今度の衆議院選挙に立候補します、維新から。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今日はあの、長野ひろ子さん、どんな人なのかということでですね、皆さん私はよく知ってるでしょう。こちらがゲストでございますので、ちょっと簡単に、私たちはね、いろいろとよくお会いしてるんですけど、皆さんに自己紹介をしていただけますでしょうか。はい。改めまして、今ご紹介いただきました東京10区の支部長をしております長野ひろ子と申します。私は2003年に、豊島区議会議員として初当選しまして、以来5期、20年やってまいりました。やはりそこから気づいたこと、全国の議員に呼びかけて超党派で国にいろんな働きかけをするというようなこともやってまいりまして、まあ、それであのいくつか動いたこともございました。確かあの長野さんの時に、なんで日本は国会は出産休暇って取れないのかって言った時に、国会の規則として病気か事故、出産は病気でもなければ事故でもないということで、はい、だから保険適用にもなかなかならないんですね。あの産休という概念というか制度が、日本の場合は労働基準法の中でしか規定されていない、うん、あの立場によらずやはりしっかりと支えられるようなあり方が私は必要だと思ってまいりました。特に女性は、いろんな働き方をしている方がいらっしゃいますし、もちろん主婦の方もいらっしゃいますし、労働法制は結構しっかりできている部分がありますけれども、適用されない人、全ての人がやっぱり安心して妊娠出産そして子育てできるっていう形には考えるところがあるなというふうに思ってます。でエリカさんっていう方から2週間か3週間ぐらい前に源氏物語の特集をやったんですね、このみっちゃんチャンネルで。その時の、はい、動画を見ながらコメントがあって、皆さんもどんどんコメントくださいね。あのコメントっていうのはいつでもウェルカムで受け付けておりますので、どんどん出していただきたいと思います。ドイツの公的健康保険組合は税金の投入一切なしの完全独立採算制、介護保険料込みで保険料は収入の約 14% を労使折半と日本並みながら窓口負担ゼロ、医療品は1品5ユーロの処方箋代のみ、入院費は1日あたり18ユーロ、年に最長14日分まで。これらわずかな自己負担も年収の 2% が上限。特に手厚いのが妊娠出産で、妊婦検診、分娩、新生児検診、予防接種など全て無料で、逆に出産祝い金が健康保険組合から出るそうです。私は未経験者なので不確かですが、確か20万円ぐらい。育休は夫と妻が交代で1年半ずつ取得し、3歳児以上は保育園に預ける。シングルマザーの場合は1歳半から。育休手当は育休前の給与の8割補助。専業主婦の場合は月額300ユーロ。日本は今どうなってるかというのをご存知ですかね。労働基準法の範疇でちゃんと守られている方もいらっしゃるので、あとはあの保険でですね、8割方、あの一応手当として、賃金じゃなくて手当としてあのその保険制度の中から、まあ、一応出るというような形はありますが、うん、その保険制度に入っていない方っていうのは全く、うん、あの対象にならない。ただあの出産費用はあの国保であれ、あの社保であれ、一時金としてこれまでの経過を見てもですね、あの出産一時金の金額が上がるごとに、あの分娩費も連動して上がっているので、負担感は減っていないっていうような状況があって、ただまあ産科の方も大変でしょうし、今いくらぐらいなんですか？まあ、結構ねピンキなところあるんですけれども、東京だとだいたい50万ぐらいじゃないですかね。50、1人子供をあの出産するのに、あの病院だけで50万。50万をどうやって払ってるんですか？まあだいたい出産一時金があのそこに近くはなっているけれども、うんうん、
それ以外にもいろいろかかりますから、うんはい、で都内だとやっぱり地域差があって都内だとやっぱり高いっていうちょっと今数字出ない後で政治、うん、出していただければと思うんですけれども、はい、で参加自体も少ないし埋める施設体も少ないし、うん、どんなご苦労があったんですか、その見つかるまでとか。私の場合は割と近くにはは、はい、いいところがあって、うん、本当助産さん天使でした、うん、辛い辛い、うん、時もありましたけど見てる人が、はい、自分が結婚した子供が授かった時に、うん、一体どうすればいいのかなと思ってる人がいると思うんですけど、うん、50万なんてそんなのないわよっていう。そうですよね。だけどそれはいっぺんに払わなきゃいけないわけ、うん、借金してでも払えっていうことなのかって、医療機関によりますけれども基本的にはいっぺんにですね、うん、はい、いつは、あとは、うん、産科保障制度っていう形で直接一時金を病院に支払うという制度が、でその過渡期には現金収入が医療機関に入るまでのタイムラグが起こるから、それで資金ショートするとかなんとかっていうちょっと騒ぎになったようなこともあったと思うんですけれども、うんうん、かつてはずっと現金で産む人がちゃん、医療機関、出産、分娩機関に、払わなきゃいけないというのがあって、今は一時金を直接払うというような仕組みもあるんですけれども、一時金だけで足りないことがほとんどなので、特に東京の場合は。持ち出しになって、もう退院の時に全額払いますっていうような形です、ね。持ち出しっていうのはどういうものなのかなっていうのを教えてあげていただきたいんですか。こうグロスで請求来ますので、まあ、いろんな検査が入ったりだとか、あとベッド代ですよね。まあ、基本的にベッド代ってもう最低のところ以外差額は保険で見られないので、産科だと割とまあ、そういうところを選んだからっていうふうに言われるかもしれないけど、でも実際に東京の産婦人科って、まあ、手厚いって言えば手厚くていいところだから、それなりの費用かかるっていうのはしょうがないところあるかもしれませんけど、やっぱりその部屋代ベッド代もものすごく高かったり。いやでも一人出産したら50万なんて言ったら、うんうん、シングルマザーだったり。そうなんですよ。とても追いつかないですね。はい、なんか例えば子供のね息のこう事件があったりすると、すぐに女性が責められ逮捕されたっていう風に、なんでこんなひどい親がっていう風にされるけれども、やっぱりそこには出産費用だとかいろんな負担を自分が負えないというのも、ね、出産して子供を捨てちゃったっていうような事件でしょ、はい、するような、はい、そういうような背景もあったり、だからもうどういう立場にあっても安心してとりあえずこの医療機関に来てくれれば、お子さん産んでちゃんと安心して育てられますよっていう、やっぱりそういう社会にするっていうのは。子供を産んだ女性には年金を積み増しして優遇する制度も、もちろん子供は親が加入する健康保険組合に家族扱いで保険料の追加なしで加入でき、窓口負担ゼロなどの条件は同じ。これだけあっても自分の仕事のキャリアと出産を天秤にかけて、子供を産まないないしは最初から結婚もしない選択をする女性も多く、少子化が止まらないのが今のドイツです。じゃあその戦争がないのに、少子化っていうことはどういうことなんだと、うんうん、どういうことだと思います。私の第二次ベビーブーム世代ですから、私たちの世代が出産して順当にいけば第三次ブームが起きるだろうってぼやっと昔の計画ではあったわけですよね。じゃあなんで私たちの世代そんなに子供産まなかったか、あとは産んでも1人か2人、それ経済的な問題とか、あとはやっぱりキャリアとの両立、将来自分の子供を育てたいっていうような、そういうふうに漠然と思ってても不安の方が今先に来てるっていうような状況あると思うんですよね。その一人一人の幸せを拡大するような観点を政治が持たないと、数字で捕まえてどうやって増やすかっていうような、そういう発想ではまずダメだっていうのが出発点かなって。
一人一人のそのどうやって人生をって今ルルおっしゃったことを政治的に考えるとなるとどうするかなんですけれども、ね、どんな、やっぱり男性と女性の賃金格差というのもあるので、やっぱり賃金の安い方の女性が休もうっていうような、そういう具体的な賃金の問題でやっぱり女性の方が育休取るっていうような選択になるっていうのはありますから、まあ、本当に絡み合ってると思うので、一個一個ひねっといて行かなくてはいけない。それで、いわゆる昔は M 字カーブと言われて、うん、出産期の女性が、もうどんどん、職場から離脱してっていうのが、それがだんだんなだらかになったと言われていますけれども、ここ非正規の方が増えて、ここも、換算されてなだらかになっていると。本当にやりたい仕事を継続できているかといったら、決してそうではなかったり、まあ、起業したりとか、フリーランスで、仕事してる、そうしながら子育てもするって女性も増えてますけど、じゃあフリーランスとかそういう雇用に対していろんな制度が追いついてるかというと追いついてない。そういう一人一人の体験が社会化されてない、そういう誰かがした苦労を他の誰かがしないで済むように、一人一人の個人的な経験も社会のスキルにして、じゃあ何に対応したらいいのかっていうことを、特にこと出産や子育ての問題ではやっていく必要があるなというふうに思います。もし本当に少子化に真剣に向き合っているんだったら、うん、じゃあ出産するのは女性なんだから、うん、女性が出産した子供には漏れなく国籍がついてくるとかね、うん、そんなふうに考えてるのか、うん、あるいはじゃあこの国は移民政策を取るのか、結婚したら祖国にお帰りください、そんなプログラムがあるかっていうように言っていくのか、それは嫌だと、うん、だから若い人同士が早く結婚してキャリアを積んで、うん、積みながらも学校に行きながらも子供ができるように、うん、なんていうのこと平気で言うわけですよ、はい、だったらばもう私は飛び級で18になったら早く仕事にね、うん、ついちゃって、で大卒の学力があります、うん、この人はって言って早く働いて早くお金持ちになって、うん、早く子供産んだ方がいいじゃないかと、うん、みんな高学歴になるから26、28なんて言っているわけでしょ、うんうん、そうするともう向こうから反論が来て、だから女子高学歴亡国論って言うんだって言ったりするわけでしょ、そういうのと戦っていかなきゃならないなと。産休の制度って国籍人種の差がなくですね、産前産後の14週の休暇が必要だっていうのは共通なんですよ。ちゃんと ILO の資料とか、論拠として明確なんですよね。これはもうどんな立場の人もそういう状況が女性にはあるから、ちゃんとサポートをするという、その考えを国が、全体的にちゃんと行き渡るようなあり方をやらないとなというふうに思います、うん、結構スピード感を持ってやらないとどんどん人口減ってきていますし、うんうん、今の子どもの数がどのくらいかっていうことを考えると、人口を増やしていくには、うん、5年前に計算したら今現在54歳の女性が来年から1人ずつ3年間で3人子供を産んでください、うん、そうすると人口は54から下の人は全部ですよ、はいはいはい、無理だっていう計算が出てくるわけですよ、うん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 、そういう計算から次にじゃあ働く制度がどういうふうになっているのかっていうと、これはね、出産だけじゃなくて国家予算を使ってどの産業をどうしていくかっていうのもこれから大勝負に出ないと、私たち議員はそれを具体的に考えていかなきゃならないと思うんですよ。それにはやっぱり風潮も変えていかなきゃならない。だいぶ変わってきているので今いいチャンスだと思うんですよね。そうですね。今日はありがとうございました。こちらこそ。はい、コメントに国会タックルという新しい企画でございまして、出産費用は無料、無償、はい、無償。ね、ドイツの社会保障に国会タックルしますということで、今日は東京10区の支部長ですよね。島区と文京区です、はいね。そこ全体の支部長ということは、はい、次の衆議院議員に維新から立候補する、はい、ことになっております。公認候補予定者ということで、はい、長野ひろ子さんです。私とすごく仲がいいので、はい、皆さんぜひ、ぜひ、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。また来てください。あとですね、ちょっと言い忘れたというか、学生時代に妊娠出産する人もちゃんとサポートできるようなあり方、これもっとちゃんとやった方がいいと思うんですよ。ドイツはね、産休が学生にも適用されるっていうのが、ずいぶん前にちょうどその法改正ができるらしいっていうのが、ちょうど私が
その議員の産休とかいろんなことやってた時に出てきたんですよね。私へのお悩みをこちらまで、どんなことでも結構ですからお送りください。待ってます。国会でどんなことが話し合われていて、自分にどのぐらい関係あるのかっていうのを見れなければいけないんです。どのくらい物価が上がっていくのか明確に伝えていかなければならない。災害に耐えうる暮らし方っていうのは何なのか、直下型が来た時に果たして国民の皆様の命が守れるか、少子化をどうやって真剣に変えていくか、私は出産費用を無償化にしたいです。女性が一人でも子育てができる、そういう国にしたいです。どうやったら皆さんの不安や不満を把握できるかといえば、百選士の視点、これは子どもの百選士と車椅子の目線なんですね。百選士の目線で自分がしゃがんでみて、その人の訴えを聞かなければいけないと私は思っています。新しい社会に沿った新しい政治を維新はやる。次の時代に。